こんにちは。陽明寺太極拳の指導している笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日は、ミニマリストを目指して物を減らしてきた結果、私が今、考えていることについて、一つお話しします。それは、物が減ってきて、そして使うもの、そういうものに注目し始めたということです。自分が、使っているものの、がとても好きで、大事になってきたんですね。で、その時に、私は結婚して、もう34年経ちました。なので、最初から結婚した時に使っていたものっていうのがあるんですね。結婚した時から。で、それはずっと使い続けて、良いもので、悪くならないものもありました。で、毎月私大体1万円程度今、その自分が使っていて大事にしているものを新しく買い替えるというふうにしています。34年使っているとやはり、ちょっと見た目が汚くなったりとかするので、あと、この間11月に買い替えたのはプレストっていう圧力鍋でした。もう34年使い続けてきたんだけど、その圧力鍋が全く同じ圧力鍋がアメリカでまだ売られていたので、アマゾンで購入しました。で、今1万円って言ったんですけど、一気にね、その全部買えるのはとても大変だから、自分としては予算を1万円未満っていうふうに決めて、それで自分が使ってきたものを一つ一つ見直して、全く30年以上使っても使い続けられるものもあるんですけど、実際には、あまりにも見た目ちょっと悪いなとかっていうものは徐々に買い替えていきたいなっていうふうに思っていて、その予算を1万円っていうふうに決めています。プレストは8000円台でした。だからちょうど予算内に収まったんですね。で、もし使っているものですごい高いものを買い替えようと思うんだったら、もし10万円のものだったら10ヶ月先まで我慢して買い替えるのをやめようと思っているぐらい、自分の決めた金額よりもオーバーすることはないようにしようと思っています。で、まだ何十年も使っても何ともなくて綺麗で、これからも多分一生使い続けられるなって思っているものは、この柳宗理さんのボールの3点です。これは私が東京に住んでいた時に、近所に、このデザインのね、勉強されていたご夫婦がいて、で、そのご夫婦が若い頃に勤めていたっていうね、その柳宗理さんのデザイン事務所で作ったこの、ボールなんですね。で、それが何十年も、それでその時にその方が本当にいいものだっていうふうに、お料理の、イタリアから帰ってきてお料理も教えてくれていたんですね。で、ご主人は工業デザインをやっていて、今、山形に移り住んでらっしゃるんですけど、その、奥様の方がイタリア料理を教えてくれて、で、その方は今、山形ですごい活躍してますね。料理の先生になって。で、その方がもうすごくおすすめしたボールでした。で、これは正直言ってちょっと高いなと思ったけど、その時、バブルだったので、バブルの前だったので、とてもお給料も高かったし、なんかいいものが欲しかったので、このボールを買いました。で、これは、もう、だから、そうは言っても、28年ぐらい使ってるかもしれません。だけど、全く汚くもならないんですよね。すごいですよね。ほとんど、気になる。確かにちょっとは傷はつきましたけど、でも、綺麗なままですね。で、これはもう、ずっと一生使えるものだなと思って紹介しておきます。もし新たに、こういうボールを買われるときは、100円ショップとかでも売ってるけれど、良いものを使いたいなと思う方は、この形状とかもすごく考えられているんですよね。泡立てるとか、料理をこねるとか、すごくやりやすいです。なので、
まあ、柳総理さんのボールは高いけど、一生ものですね、一回買ったら。だからすごいおすすめしています。で、私が今回悩んでいるもの、実はザルです。で、ザルも、これなんかさらに、30年以上使ってるわけね。すごくいいザルをその時も、結婚する時に買いました。だけどね、映るかな？なんとなく、まあ、こう、ちょっとほら、内側とか、汚れがね、なんとなく輝きとか、汚いでしょ？だけどこれ、34年も使ってきて、全く壊れなかったんですよ。で、こういうものづくりをしている、ものに対して、買い替えるっていうのも、いいかなと思って、ちょっと、やっぱり食品なのに、こう、汚れがもう落ちない汚れとかもあるし、ちょっと汚らしいから、またでも私、高い、きちっとした、この、30何年使ってきても壊れなかったこのザルを買おうと思っています。こういうずっと長く使えるものは私は100円ショップでは買わないで、ちょっといいものを買うようにしているんですけど、これも大丈夫なんだけどっていうところですけど、この間のプレストもそうですけど、買い替えて、やっぱり綺麗で新しいものを使う喜びっていうのがあるので、で、私も洋服もあんまり買わなくなったし、何にお金を使うかなって言った時に、ミニマリストになった、目指しているからといって全く買い替えないわけじゃなくて、やっぱちょっと今まで使ってきた、自分が長く使ってきたものを一つ一つちょっと見直して、まだ使えるものはずっと使っていこうと思うし、あ、これちょっと新しくしたいなって思うものは良いものに買い替えて、あと30年使うと私86歳になるから、30年以上使えるものを買っていこうかなっていうふうに思っています。こういう道具に関しては。やっぱり愛着があれば道具に、料理も楽しくなりますね。まあ、もともと料理は嫌いじゃないんですけど、こういうものをちょっとバージョンアップしていこうっていうふうに、また改めて感じています。毎年、シュトーレンっていう、クリスマスまでに、こう少しずつ切って食べていくっていうパンみたいな、お菓子みたいなもの、これを毎年いただくんですね。で、これ、子供たちがいるんだったらいいんですけど、私と主人だけではなかなか食べきれないので、まあ、切って一つ一つラップにくるんで、そして、冷凍したりして少しずついただいたり、あとはお友達が来た時に出したりしようかなと思っています。で、これ、まあ、賞味期限もあるので、まあ、ちょっと今日は切ってしまおうかなと思っています。皆さんもこのシュトーレン食べたことありますか？すごい、ちょっと美味しいですよね。この時期。ああ、これを食べるとクリスマスが来たなっていうふうになんかちょっと思えるお菓子の紹介でした。昨日はモーツァルティアンフェラインという会のコンサートでした。会場はベーゼンドルファージャパンというところで、やったんですけど、マホガニーの、日本に1台しかない、世界でも2台しかないというマホガニーの、ベーゼンドルファーのピアノが届いたばっかりで、その持ち主の久本裕子先生が初音出しっていうか、で、普通ピアノって最初は音が響かないのに、もうそのピアノは初めから鳴らしてくれるピアノで、素晴らしかった。初音を聞いて、もういい音だったんですけど、長峰隆先生っていうバイオリン奏者と、まあ、国立音大の先生ですね、どちらも、久本裕子先生とお二人の、とても楽しい、コンサートでした。もう素晴らしかった。バイオリンもね、ストラディバリアス、バリウスのそれも高い、一番高いバイオリンの演奏でした。なんかいい音、いい音楽を聴いてくるっていうのは心が豊かになりますね。そういう経験や体験にお金を使うことは本当に楽しいです。で、今日は、昨日はね、午前中、太極拳の、レッスンが
朝日カルチャー新宿で会って、でその後そのコンサートだったんですけど、あとパーティーに出て帰ってきました。で今日は午前中、マスタークラスっていう、やる気のある、メンバーの、講習会、そして、夜ですね、6時から横浜の中華街で進む先生の忘年会があるんですけど、初めてちょっと参加してこようと思います。いつも Facebook で、よう進む先生が美味しいごちそうをたくさん、配信してくださってて、もうずっと私一回忘年会に出てみたかったので、で、K 先生の本に載ってらっしゃる小田さんって最初に出てくる男性なんですけど、その方の奥様が、小田さんっておっしゃるんですけど、その奥様がいつも毎年行っていたっていう、その進先生の中華街の、忘年会、それにもう出たくて出たくてしょうがなかったので、今回初めて参加するので、この間申し込んできました。今日は車でちょっと横浜中華街まで行ってきます。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。